鳥取県スイカ、今年のスイカもまた甘くやってきました。本当に重たい鳥取県のスイカ、最高です。こんにちは、秋谷優です。まだまだ暑い日が続いてます。夏過ぎてはいるというものの、そういう時にみんなが大好きな焼きそばです。今回は焼きそばをご紹介します。見てください。家庭に手に入りやすいきのこ、しいたけ、エリンギ、舞茸、普通の鶏のもも肉、そこにまるちゃんの焼きそば、これを両面ファンします。そこでまた前回もご紹介したと思いますが、唐辛子を使った唐辛子にんにく醤油、これを自分で作る。でも自分でできない方はバキヤのホームページ見てください。青森のにんにく、北海道の美味しい醤油を使ったにんにく醤油も発売しております。でも自分でもできますよ。こんな焼きそばをご紹介します。それでは皆さん、何回もやってる方ご存知だと思いますけど、あのパックの麺をボウルに入れて電子レンジで約2分ですね、1分30秒から2分温めます。そうするとほら、こんな風に湯気が出るぐらい温めてください。そこでこの美味しいごま油、純正のごま油マルホン、これを買って大さじ1杯半かけます。かけてかけて混ぜる、かけてかけて混ぜる。そうすると今すごいごま油のいい香り。ここで隠し味です。このお醤油、つけてあるこのちょっととろっとしてますよね、にんにく醤油、これを約こうやって大さじ1杯、普通の醤油でもいいですよ、なかったら。こうやって混ぜてください。これが美味しさの秘密にもなるんですけどね。こんな風にして、いわあ、今ごま油とにんにく醤油の香り、これが最高です。そこでヤンメンファンをします。軽く一回し。そうしましたらいきます。この音ですよ。その時にちょっとだけ広げます。こんな風に広げて、広げたらあんまり触らない、これが大切。最初はこの下が焦げてシャラシャラってなるまで触らない。触りたくなるのもわかるんですよ。あの人はすぐ触っちゃうんですよね、はい、これで両面ファンですよ。皆さん、ほら湯気が出てるでしょ。これはなぜそういうふうにするかということは、両面焼きすることを両面ファンで、真ん中が柔らかいんです。それが焼きそばを作る時の秘訣なんですよ。シャラシャラシャラってきた。もうちょっとですね。あー、いい感じです。いいですか、この音いきますよ。いいですか、カメラさん。ほら、スルスルスル。これをひっくり返します。ほら見てください、こんな感じです。そしたらまた触らない、こんな感じです。そうすることによって、さっきのごま油とお醤油がほんのり麺に香りが残るんですよ。それが美味しい焼きそばのコツです。なってますね、シャラ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 。きたらこのようにして、見てください、このほわほら、焦げてるとこと焦げてないところ、こうやって合わせておくというのが美味しい焼きそばの作り方です。最高。先ほどの両面飯焼きました。そしたらですね、このキノコです。キノコをまずはこんな感じであの鍋に入れて、その時のオイルがまだついてますので、そのまんま蒸し焼き状態にするのがポイントです。そうするとキノコが汗がかいてきて水分が出てくるんですね。そうしましたら一回取り出します。取り出して、今日はこの鶏肉を炒めた
なんとあんかけ焼きそばをご紹介します。おー、こんな感じで見てください。あー、きのこのいい香りです。まだ完璧に火は入ってません。半分ぐらいです。このくらいに経ったら一度取り出します。こんな風にふわっと取り出し、この鍋を使ってですよ、今度はオイルを軽く一回し入れます。一回し入れましたら、この細かく切った鶏肉です、こんな風に入れてください。それで塩をパラ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 、多少パラ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 、鶏に塩をね、こうやって振っておく。で、焦げ目をつける。そうすると香ばしさが出てくるんですよね、鶏肉の美味しさ。ちょっと中火の強で焼いていきます。そうしましたらひっくり返します。バーンとこんな感じです。まあこうやってね、返してもいいんですけどね、いい感じです。焦げ目がついてきたところで、先ほどのキノコが入ります。キノコが入ったら紹興酒大さじ2杯、そこで美味しいこのニンニク醤油を1杯2杯、それにニンニクと唐辛子もこうやって大さじ1杯入れちゃってください。そこでチキンスープの素1杯2杯半です。このチキンスープの素はね、鶏ガラスープ、力金器さんのです。これを溶いてね、お湯に置いといてください。それであとはこうやって混ぜるだけ。そうすると、鶏肉、キノコから旨味が出てくるんですよね。鶏肉、キノコからの旨味をよく引き出して、それで味をちょっと見てみましょう。塩とあの醤油です。こんな色。ああ。とっても鶏の味が出てて美味しい。でももうちょっと入れてもいいかな。このニンニク醤油をね、1杯半ぐらい、ニンニクも入れちゃいましょう。こんな風にニンニク入ると美味しいんだよね。そうしましたら水溶き片栗粉です。水溶き片栗粉をこのように溶いておいたものを、いいですか、大さじ約2杯、まずはこうやって入れて入れて、とろみ入れて、とろみとろみとろみ、オイスターソースなんか入れてももちろん美味しいんですけどね、このぐらいのとろみでいいと思います。こういう感じですよ、ほら。そこで最後に美味しいごま油をふわーっと垂らす。それでネギはわけぎとかこういうものをふわ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 っと入れます。それで混ぜて混ぜて混ぜて、これで完成になるわけです。そうしましたら、最初に焼いといたこの涼麺ファンの麺をこんな風に用意をして、最初に焼いて、皆さんもし冷めたら電子レンジでチンしても大丈夫ですからね。いきますよ。このあんを、うわー、あー、見てください、このとろみ、ほら、涼麺ファンの焼きそば、こんな感じで完成に、ゴールデンドロップをかけて、季節の野菜、きのこがいっぱい、おいしい鶏肉で焼きそばの完成になります。うわー、見てください、この湯気。家庭の中で手に入る鶏肉とキノコだけ、これでですね、もうわかるよね、これね、皆さんね、見てください、あんが麺に絡んで、いただきます。おいしい。自分で作っておいしいというのもなんですけど、本当においしいですよ。皆さん、まるちゃんの焼きそば本当にこんなおいしくなるんですよ。あのごま油とお醤油混ぜ合わせるだけ、これだけでも
麺が香ばしくなんですよ。これで白ワインいけますね。決め手は鶏を焼いた時、焼きそばを焼く時のあのポイントですね。あれを守ってください。その時に塩をしっかりと鶏にした方が焼き鳥感覚で食べられます。僕はね、ここにこのお酢、このお酢をかけて食べるのもまた美味しいんですよ。これは失敗しづらくて美味しくて、皆さん真夏が終わってちょっと風が吹いてきた時に作ると最高です。おすすめします。